こんにちは。今回もミレの教室の中にあるものの名前を見ていきます。まずこちらは時計、シゲ。こちらは地図、地図。こちらはカレンダー、タイリョ。そしてこれは窓、チャンムン。それでは日本語から韓国語に直して言ってみましょう。時計はシゲ、地図、지도、カレンダー、달력、窓、창문。어떠셨나요？今回の動画は以上です。수고하셨습니다。